どうも、ベネスパス変えていいと思います。はい、ハッツアップ。第一ふるさと高校でカフー、初位をやっていこうかなと思っております。敵の方は、飛田、カフー、堀場。で、プジョル、ゆずき、コウヤマ。この6人でいこうかなと思っております。で、バッジはね、ディフェンスバッジ持ち込みまして、今日は天才覚醒会となっております。まあ、しっかりと頑張っていきましょう。で、アイテムの方は、パードリとマネキリンコ持ち込んでおります。では、やっていきましょう。で、カフーなんですけども、まあ、今回ね、筋力ボナ。まあ、筋力ボナがかなり強い。で、今回はね、まあ、ディフェンス上下アップをしてみました。まあ、現状ね、まあ、精神が余ってしまうだろうということで、まあ、スピード上限アップを狙わずに、今回だけは、ちょっと、ディフェンス上限10でいこうかなと思ってます。うん。まあ、スピードの方がね、案外、ハマるのかなと思ったりもするんですけども、まあ、敏捷がおそらく足らなくなってしまいます。うん。まあ、今回はそういう風にさせていただきます。はい。テクニックいって、次メンタルいきましょう。はい。で、能力の方をそろそろちょっと上げ始めましょうか。まあ、天才がセク1で来るようになってますんで、ちょっと能力上げておきますね。はい。ではこれはこうめ、あー、行きたかったけど、これはメンタルいきますね。はい。では、こっから、しっかりとものづくりやっていきましょう。はい。ものづくりやっていきまーす。はい。そして、所定的には、イコマ、パフーの飛びた、飛びた踏みていくけど、ちょっとカフーのコツもらいたいなと思いますので、ここはイコマちゃん踏んでいきましょう。イコマ飛びたでいきます。はい。こっちのグループね、短縮1回呼べれば OK なんで。あ、ごめん。守備じゃない。こっちだ。芝の育成だ。はい。では行ってしまいましょう。で、ちょっと能力、触れる。パッパ振っときたい。はい。では行きまーす。テクニック。で、カフーポイントでいいよ。根性か。あー、イコマちゃんは来なかったね。残念。で、高山くん、サッカー関係。いいでしょう。バンバン能力は振っときまーす。触れるものは振っときまーす。はい、そして、矢部坂、いこま、あー。矢部坂ですね。さあ、短縮。さあ、来い。OK、ナイス。じゃあ、もうこれ短縮 OK ですね。短縮 OK です。ありがとう。で、ここは回復もらっときまーす。はい。で、天才覚醒。さあ、センス丸来てくれない？センス丸来てほしいところです。行きましょう。あー、来ないですね。まあ、これは仕方ないです。まあ、プラスアルファの、10してくるだけで全然構いません。はい、らしくないぞ。体力消費はせずに行きましょう。あ、体力消費してもよかったな。まあ、いいや。はい、飛びた以降も矢部坂行っておきます。でもって、ここで飛びた矢部坂行こま。飛びた矢部坂行こま。あー、これちょっとね、スピード狙います。監督の評価上げておきましょう。監督。いや、まあ、そうね。いよいよ。で、カフーがイベント起こっていきます。これ、福イベの方かな。いいねでいい。いいねでもう一回イベント呼んでいきたいと思います。もう一回しっかりとイベント寄っていきましょう。はい、種まきね。オッケー。いいよ。で、ここで初級トレーニング行ってしまいます。初級トレーニング行ってしまいましょう。はい、行きまーす。はい、でもって、ここは一回休もうかな。一回休んでおきます。一回休んでおきましょう。はい、大成功、ナイス。いいよ、大成功でね、タックパーセント伸びていきますんで、しっかりと大成功を、踏めるようにしておきたいですね。はい、では、ここで、メンタル、イコマちゃん。まあ、これは踏まなくていいんでね。これは、普通に行っておきましょう。はい、行きまーす。で、メンタル行ってきまーす。イコマちゃん。はい、OK ですね。大成功、ナイスです。で、飛びたくん。これは、まあ、体力消費してもいいかな。根性靴、ありがとう。根性は正直いらないけどね。イコマタネマキ、矢部坂。あー、飛びた単発。まあ、プジョル狙ってもいいか。ここはプジョルのコツでもいいかもしんないね。別に特段ね、短縮欲しいわけじゃないんですよ。うん。ここで2段階引けるならありがたいけど、2段階なんて引けないんで、プジョル行ってきます。ちょっとでもポイント稼いでおきます。まあ、プジョルの場合、精神多いからね。ちょっといらないけど、ね、はい。はい、初級トレーニング終わり。で、守備やって終わりです。で、ここで1回練習して1回休みましょう。はい、一回ディフェンス踏んどいて、堀場の評価上げといて、で、何のことくれる？司令塔とか。ポイントね。まあいい。で、種まき終わってきました。これを体力回復させておきます。別にいらないです。で、プジョル残り1回。じゃあ、スタミナ上げていきましょうか。スタミナしっかりと上げておきたいと思います。多分、スタミナ依存だからね。で、これはイベントは体力消費せずにいきます。逃げようと謝ろう。じゃあ、どっちかと言えばね、謝ろうの方が体力消費しないと思うんだけどね。まあ、ここには突っ込まずにいきます。はい、では一回。休みます。はい、ではセク1終了。1157。ではセク2やっていきましょう。ささっと。
ささっとささっとやってみましょう。はい、いいですね。終わってます、ディフェンス。で、ここで大成功。いいよ、いいよ。ナイスだよ。で、ここから、ゆずき、飛びた、しっかりと踏んでいきましょう。まあ、守備をパパッと終わらせたいですね。はい。で、ここで、ゆずき、飛びたは飛びたやべっすか。あー、飛びた種まきか。飛びた種まきか。じゃあ、ここに飛びた連れていきまして、飛びたくん連れていきまして、こんな感じでいきましょうか。こんな感じでいきます。はい。で、はやてくんブランドいきまして、で、ここで種まきくんこっち行っといて、って感じですね。はい、オッケー。あ、こっち大成功狙ってよかったかな。まあ、いっか。はい、牛糞行ってきまーす。はい、よいしょ。はい、では、飛びたか種まき。できれば飛びたがいいかな。飛びた。飛びた短縮2回。2回分。いや、来ない。両方来ない。それは残念だ。はい、仕掛け。で、ここでできれば、ゆずき、飛びたを踏んでいきたいところなんだが、これはフィジカルいっときましょうか。種まきはダメ。イコマか飛びた。イコマか飛びた。さあ、来い。ああ、両方来ない。残念。で、田植えが終わっていきます。ね、これも終わっていきます。バイオマスいきます。で、バイオマスの方、ワンチャン大成功。無理か。無理ですね。これは、バイオマス大成功無理だね。じゃあ、エアレーション大成功ワンチャン狙いたいところですね。あ、無理だな。はい、無理。はい、いいです。で、バイオマス行きましょう。で、ここでメンタルでね、守備連中のやつ踏めればありがたいけども、ちょっと短縮ハマってほしいなと。メンタル。あー、ダメ。あー、どうしよう、ここ。チャンスだな。種まき以外チャンスだな。オーケー、通った。さあ来い。オーケー、ナイス。いいよ。まあ、1段階でいいよ。2段階やったら、ちょっと、あー、損した気分。まあいい。まあでも、終わっていくからね。ありがたいですね。で、ここで筋力入ってきます。筋力バナーはありがたいよ。まあしっかりとね、カフー、イベント用、まあタックに来てくれれば筋力余ることはないと思うけど、稼げる。稼ぎたい。まあしっかりと筋力。おぉ踏みてぇな、これ。え、スリータッカー。この時期のスリータッカー弱いんだよな。弱いから、これドリンク飲まずに行こうかな。飲まずですね。飲まず食わずですね。はい、ではここ、ブランド行きやす。で、ここで、矢部坂でも行かしといて、で、ここで守備ですね。守備行っときまーす。はい。で、ここ一回休みましょう。一回休んでおきます。一回休んで、チュンガバ。残念。で、プジョル終わっていきます。さあ、ナイス。オッケー、投手をゲット。ありがとう。いいですね。で、バイオマスが終了しました。で、ナイター照明はここは無視ですね。ここは無視です。無視、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 無視できます。で、ここ、守備、ごめんなさい。基礎工事いきますね。基礎工事いっときます。はい。で、ここで一回休みたいか、メンタルか。あ、イコマちゃん、イコマちゃん、イコマちゃん、単体、単体か。単体か。まあ、ここ一回休もう。はい。で、ここ、カフーのイベントですね。カフーのイベントは、これは、上がチームプレイ、下がムード。上敏捷技術、下筋力精神。あ、下だな。筋力精神もらっとこう。で、ムードコット潰しまーす。はい。で、種まきが終わっていきます。テクニック1。で、飛びたくん。はい。あー、これ。さっきメンタルでよかったな。いつもこれ忘れちゃうんでな。ごめんなさい。いつも忘れてますね、俺。で、ここでムード。で、回復取っちゃおっか。どの道ね、回復コツ入らないんですよ。でも、超回復いくんで、回復取っておきます。いいです。で、飛びた。いやー、微妙だな。これ飛びただな。飛びただな。で、ここは、中級トレーニング行ってきます。はい。で、飛びたくん。飛びたくん、短縮来てください。2段階来てください。ああ、まあ1段階ね。まあいいでしょう。で、足踏みと技術ですね。OK。で、ここで終わっていく。で、次この2つが終わるから、ナイター照明行けますね。ナイター照明行きましょう。で、ワンチャン種まき終わらせたいですね。種まき、種まき。種まき。種まきくん。あ、いる。ああ、ワンチャン狙おう。種まき。イコマ飛びたらダメ。来ない。残念。残念でした。で、守備が終わってきますね。大成功。OK。で、これも終わってきます。オッケーオッケー。いいよ。猫車、猫車、猫車、猫車行きたいところだが、オーバーシートも行きたいな。オーバーシート行っときたい。オーバーシート行っときたい。オーバーシート行っときたいな。これ、オーバーシート行くとしても、行くとしたとしても、まあ、ブランドは行ってるだろう。
で、オーバー、あ、ナイター正面か。ナイター正面は絶対行かないといけない。ナイター正面は飛びたを連れていけばなんとかなるから、こうですね。うん、これでいきます。で、そうですね。これでいきましょう。はい。で、ここで一応パワフル前の追肥は行ってきます。追肥。で、こっちは別に短縮はいらないと思う。練習は別にいらない。来たらラッキー。で、ここ飛びた踏んでおきます。はい、飛びた練習後イベントを来てください。さあ来い飛びた。いや来ないか。一回休もう。一回休みます。で、こいつは、どうしようかな。種まきいるけど、種まきいるけど、ここ無視して、飛びた系いきますね。猫車はちょっと猫車の方はさっさと行っておきたいので、猫車発動させます。で、あとは飛びたの任せ。行っておきましょうか。はい、行ってきます。で、一回休んじゃっていいかなという状態で、メンタルは、はい、休みまーす。はい、OK ですね。で、パワフル前終わってきました。じゃあ、オーバーシートの方行っちゃいましょう。あー、筋力、あー、まあ、筋力嬉しいけどさ。嬉しいけど、この時期で被るのはやめてほしかったな。うん。はい、では、オーバーシート、行ってきます。で、ここでワンチャンユズキで終わればラッキーだけど、ユズキで終わればラッキーだ。テクニック監督いるんだよな。これはもうここ行きます。タック狙いでここ行きましょう。で、まあ、とりあえずパワーは C に抑えれんのかな。多分余ると思うんだよな、さすがに C だとね。うん、今回カフー使ってるから、まあとりあえず B まで行きます。はい、ではディフェンス行きましょう。さあ、種まき。種まき来なくていいか。来なくていいんだよね。あれ、来なくていいんだっけ。来なくていいよ。はい、ナイス、ナイター正面、オッケー。あ、来た方がよかったのか、ごめんなさい。俺も負けてられない。で、飛びたなんですけども、あー、これ踏みたけど踏めないね。うわー、いいタック。で、ゆずきちゃん、ここ短縮来てます。でも、踏むつもりはない。別に踏まなくてもいい。で、ここね、できれば2ターンで終わらせたいです。2ターンで終わらせたいので、短縮無理やり起こすよりか、まあ、ここら辺も、行ってきます。うん、ちょっとこれしんどくなるかもしれないけど、これ言っときます。はい、では一回休みましょう。はい、セットブレーね、 OK。 で、これは生駒ちゃんでも言っときましょうか。生駒ちゃん言っときます。じゅんぐりで言っときます。で、ここは体力回復させてもいいが、タック来てます。いいタック来てます。来てません。じゃあこれメンタル言っときます。プジョル言っときましょう。はい、 OK です。はい、セクニ終了を4003。まあ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 、経験点はぼちぼち出ておりますね。さあ、ここから、もっともっと経験点稼いでいきましょう。はい、大成功ですね。 OK。 で、上級トレーニングで気合入ったね。あと1個認証かな。認証だっけ。認証だね。認証するとさっさと欲しいですね。はい、ここら辺で終わってきましたんで、で、ここは回復全開しときます。ちょっと、うわー、いらんもん来た。ビハインド、しかも体力持ってかれた。それいらねえんだよな。で、ここ守備オメガをもう全力で終わらせてきます。全力で守備オメガを終わらせてきます。そうですね、守備オメガを全力で終わらせていきます。で、ブランド行きましてスピードアップさせて、飛びたどうしようかな。これフェイントマシン行ってもいいな。まあいいか、ハヤテ行こうか。ハヤテと飛びた行こうか。はい、ハヤテと飛びた、お任せ行ってきます。お任せちゃちゃっと行ってきます。はい、ではここから短縮しっかりと決めていきましょう。短縮しっかりと決めていきたいです。飛びた種まき、ゆずき一回も来てないけど、まあとりあえずこれは飛びた種まきですね。飛びた種まき行くんですけども、ちょっとパワー振るよ。ちょっと筋力余りそうな感じする。もう S まで行く。今までのね、やつなら暴挙かもしれませんが、 S まで行きます。勝負です。はい、スピード上げよう。まあ天才だしね。うん、天才ですね。飛びた来い。いや、種まき OK。いいよ。種まきでもありがたい。1ずつでも進んでくれるのありがたいですね。で、これ、カフーの方ですね。カフーは、これは、下ですね。攻め上がる。行っていきましょう。カフー、この後体力消費2回やるのがちょっと辛いな。で、堀場くん。堀場くんは体力消費なしが本当にありがたい。マジで助かる。で、テク行きましょうか。飛びた。2%。バーカだろ、それは。さすがに 2% でその怪我はないわ。その怪我は痛いよ、さすがに。ちょっと待って、もうやる気下がらないんですけど。やる気はもう全く下がりません。はい、で、ここ生駒ちゃんもう一回行ってきます。もうやめて、もう本当にやめて。
いやー楽しくなー、ゆずきいねえかなー、ゆずきいねえなー、はい、はやて、種まき、はやては、はやていらねえのか、はやていらねえなー、ブランドここで終わってくるからいらねえわ、はい、でブランドスピード、いやー精神、なんか今回多分1個金とか落としそうだな、無理だな、多分このままだと、このままだとちょっと無理だな、ちょっときついわ、ちょっときついわ、何やってる、しっかりせい、しっかりせい、でここスピードアップして、そろそろさすがにして、でもってフェイントマシン行くのもありなんですが、ちょっとお任せ系さっさと終わらせます、お任せ系さっさと終わらせます、でここ短縮見てえな、てかやる気あげてえな、やる気あげたい、すごいやる気あげたい、やる気をすごいあげたい、やる気は全くございません、でここ短縮踏めそうにないんで、ここやる気あげます、いいです、はい、でここで短縮はないです、うわー飛びた3,1、マジか、じゃあこれいくよ、測量トレーニングね、ここら辺から土木をバン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 使っていきます、でこれ短縮決まるからブランド系ワンチャンだな、ブランド系ワンチャン、はやてワンチャン、はやてワンチャン、あーいいや、これテクニックいきまーす、はい、ゆずき生駒、これは別にいらないっす、はい、てかゆずきはまだ1回も練習後イベント来てねえんだよな、大丈夫か、はい、大成功で、ディフェンスの上がってきます、 OK です、さあそろ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 デカタックも踏んでいきたいところなんだが、でここで、上級トレーニングいきますね、とりあえず上級トレーニングいきます、でー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 お任せ系終わってる、お任せ系いってる、生駒ちゃんのお任せ系いきたいな、生駒のお任せね、いっときます、生駒、ああカフーでいいよ、カフーでいい、で、これで行ってしまいましょう。はい。で、あ、いいのか、いいんだよな、いいんだよな。いいんだよな。上級トレーニングいきます。農業拾えなかったからね、しっかりと、うん、ゆずきちゃんは農業役です。はい、ゆずき、練習後イベント、これ2段階進めてほしい。来ねえか。ちょーっと運がないですね。うん、大きな怪我してるし。はい、やっと臨床入ってくれました。で、ここで農業ゲーム終わってく。お、ナイス、POV。POV ありがたい、ナイス。お、まあ給水器入っちゃったよ、別にいらないけどね、でここでお任せ系があと、そうですね、ハヤテは絶対行きたい感じだな、じゃ あここブランド行きまして、ブランド行きつつハヤテ行きましょうか、ブランド行きつつハヤテ行きます、はい、ハヤテ行きまーす、ハヤテさん、生駒さん、飛田さん行ってる、まあ行けるね、でここは上級トレーニング、上級トレーニングの短縮、まあスカウトいますが、スカウトいますが関係ねえ、そんなの関係ねえ、行け、無理か、残念、しょうがねえ、しょうがねえ、ダブルタック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 、踏みてえなー、ちょっと踏みてえなーって感じはしますけどね、ここ楽しくないんですよ、だから無理やり踏むとこではないんですよね、無理やり踏むべきではない、しかもダブルタック、たったのダブルタックだからね、そんなタックの強くないダブルタックだからね、そんなに行き来はしないけど、はい、ではでは行かないっす、一回休み、これ一回休みます、まあこの後来ると思って、この後デカタック来ると思って行きます、はい、いいね、大成功で、寝押しばかり、寝押しばかりまだなんだよな、ちょっと遅いな、寝押しばかり本当はここで終わらせたいんだよな、はい、ブランドモデル終了、ちょっと一個捨てるか、クロスマシンかなんか捨てようかな、ちょっと全然短縮埋めてねえよ、あ、これは行く。これは行く。で、ここは、稲刈りも行きたいけど、ここ、ゆずきちゃんが来てるんで、踏みたいとこゆずきちゃんが来てるんで、これはゆずき踏んでいきます。で、別に短縮、飛びたくんはちょっと置いとこうか。で、この辺、ちょっと適当に入れとこうか。あれ入れない？あ、これ、大成功するな。はい、これ行きます。寝押しばかり。そして、イコマにお任せ、トビタにお任せ、ハヤテにお任せ、ハヤテも行ってるから、トビタとイコマワンチャン行きたい。でも、これね、もう、あ、やべえ、ビル工事行ってねえ、ビル工事全く行ってねえ、これ行こう。ビル工事行ってねえわ。ごめんなさい、行ってなかった。で、掘削トレーニングも行っとこう。掘削トレーニング行きます。で、イコマ、ハヤテ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 、これ、イコマちゃん行こう。イコマちゃん行きまーす。はい、行きまーす。行きましょう。で、ここ短縮ね、ここ短縮、短縮行きまーす。はい、ゆずき。最後はゆずき、ゆずき大事、オッケー、初めての短縮、じゃあこれ結構いこう、結構オッケー、一旦で終わった、一旦で終わるの熱い、ナイス、
で、堀場くんね。いいよ。で、ここで体力回復させましょうか。どうせここは踏むから、ここで行っといて、行っといて、で、矢部坂なんですが、お任せ系あと1個ずつなんですよ。飛田と矢部坂1個、じゃあ、ごめんなさい、生えて1個ずつ。なので、とりあえず、生えていきます。はい。あ、やべ。あー、生えてじゃなかったか。まあ、いいか。いや。はい。ここ、しょぼ。まあ、でも、ここはディフェンスのとこ。ディフェンスにできます。まあ、タックでいいです。次、回復だしね。次、回復もらえるし。はい。では、ディフェンスいきたいと思います。いきましょう。ここからも体力消費バンバンしてもいいと思って。はい、ゆずき。で、ここで大成功。ナイス。オッケー、大成功してますね。体力40回復。ありがたい。で、堀は進めていきます。で、ここでテクニックタック。オッケー、テクニックタック。踏んでいきますよ。踏んでいきますが、ここで終わっていきます。終わっていきまして、飛田にお任せいきたい。だよね。飛田にお任せいきたいよね。これフェイントマシン捨てます。捨てる?捨ててもいい。はい、飛田にお任せ、行ってきまーす。別に飛田にお任せケースでもいいけどね。はい、飛田にお任せ、行ってきます。はい、そしてここ、ワンチャン短縮。無理だろうな、監督だろうな。はい、練習後イベント来てください。さあ、来い。残念でした。監督すら来ませんでした。はい、ここはしっかり前半後半やっていきましょう。まあ、能力的には結構触れてる感じはしてますね。はい、ではこれでいきたいと思います。行きましょう。待てよ、これちょっとディフェンス90。上げときたいな。これにしときます。行きましょう。はい、終わりました。無事終わりました。2点取っております。はい。では、残りは、でかいタック。踏んでいくだけです。まあ、踏んでいくだけで、ものづくりも終わらさないといけないんですね。はい。イコマちゃんとかは終わってきてます。で、ここは短縮にかけていく。あ、これもう、踏むとこねえな。ここは踏むとこねえ。ここ。イコマ、種まき。そして、ゆずき。イコマ。いこまかな。あー、でも種まきゆずき、ここダブルチャンスか。ダブルチャンスいこうか。はい、では、さあ来い。どっちか来い。いや、終わってくれない。残念。で、ここで9435ということで、セク4やっていきましょう。で、ここで終わっていく。はい、終わっていく。で、守備。あ、守備終わっちゃった。終わった。じゃあ進めようか。終わってくれた。一個終わってくれました。ありがとうございます。え、待って。あ、いいのか。トンネルビルが終わってきて。え、飛田は絶対行かないといけないね、ここ。飛田。飛田系は終わらせないといけない。掘削、今行ってんだっけ?あれ、掘削って終わったんだっけ?あー、やべえ、小石トレーニング行ってね、小石トレーニングは絶対行かないといけないな、これ。で、短縮系を含めて、あー、そうだな。トンネル捨てるか!トンネル捨てましょうか。トンネル捨てるか。すごい時間かかるんだよ。でも土木がいっぱいいるからね、トンネル行きたいっちゃ行きたいんだよ。でここら辺のしょぼいのちっちゃいのやった方が絶対にもいけるから、カウンター上達ね、微妙なんだよな。これの後機械2人いるからな。いや、土木行こう。で、これでまあ、一応満点サクセス狙おうか。一応満点サクセス狙います。小石も行きつつ、でここで、カウンターマシン行きます。でここで、タックはワンタック、ツータック行きます。ここは技術稼ぎに行きましょう。ここで技術を稼ぎに行きます。行きましょう。でゆずき来ても体力回復。あ、ゆずき終わった。はい、ナイス。待って、おい、バカだろ、ここで失敗、まさかの失敗ですか。で、これ終わっていきます。堀場はいいんだ。堀場はこれ取られてもいいんだよな。危ね。やられる顔したから、やられたと思った。テクニック。あー、ちょっとでかいタック来てないな。で、ここでなんですが、あれ?おまかす。飛田、そうなのか。で、ここ、いっちゃいま、お任せじゃないけど、これいっちゃおう。なんだっけ?まあ、可動式。いっときます。待ってよ。
こんな感じでいきます。いってきます。で、ここ2人余りますが、あれ、行くとこねえのか。いや、ここの2人はもう余らせとこう。余らせときます。はい。で、生駒ちゃんが待ってるから、種まきやべさか。何か楽しく起こせ。おー、わー、種まきダメなのかな。ごめん、種まき置いてったんだ。ごめん。生駒ちゃん置いてったと思った。しまったわ。やっちまいま、うわー、タックがない。タックがない。で、ここは飛びたしか狙うもんない。いやー、これなんでここに来る。ディフェンスに来れば完走じゃん、確実に。まあ、これ狙うよ。いや、でも体力ねえか。体力ねえわ。はい、開封終わり。あと1回です。これは積極的に仕掛ける。いきます。はい、大成功、OK。で、飛びたは1個捨てようか。1個捨てようか。で、ここ、フィジカルモンスター捨てるか。待てよ。フィジカルモンスター捨てるか、ここ、聖地行けば一応行けんのか、フィジカルモンスターが。フィジカルモンスターも行けるんだな。マルチプレーニング。で、198、76543。いやー、1個短縮を起こさないといけない。そうであれば、もうフィジカルは捨てます。フィジカル捨てよう。で、これ行って、これは行く。これは終わる。これは終わってくれる。でも、農業的な数的に無理。終わんない。で、まあ、聖地も一応行きつつ、ものづくりチャート的に、スーパースローカメラ行って、これは2ターンで終わってくれていいんだ。で、でなんだ。で、ここで、まあ、聖地トレーニング行っとこうか。聖地トレーニング。ああ、これ、また種まき余っちゃったよ。行くもんねえや。じゃあ、これ行っとこう。はい、これは、ゆずきちゃん行きたい。ゆずきちゃん行っときたい。これはスピード行きます。これはちょっと、強制的にゆずき行きましょう。あれ、スタミナ1って振ってなかったー。はい、ゆずき、さあ来い。ここで短縮起こってほしい。いや、来ないんかい。はい、カフー終わりです。ナイス、成功してますね。で、ここでゆずきイメージ。これはちょっとテクニックだな。さすがにテクニックだな。テクニック振っておきます。で、ちょっと経験点が足んねえぞ。これでは足んねえぞ。はい、テクニックいきます。はい、いいですね。で、ディフェンスにはまろう。ディフェンス5枚入れてるからね。5枚入れてるからはまってくれるはずなんだ。はい、どんどん終わってね。で、ここでとりあえず、このスタジアムはやらないといけない。スタジアムはやっていく。で、スタジアムは別に短縮を起こさなくていい。あ、でも、これきついな。普通にきついな。だから、あとフィジモンとあれあんのやろ。きつ。普通にきつい。で、機械。フィジモン。あ、フィジモン終わんねえわ。フィジモン捨てます。じゃあ、フィジモンは捨てます。人が足りません。まあやっぱ短縮全然踏めてなかったからね。まあしょうがないっちゃしょうがないんだ。あ、待ってよ。機械いねえな。ここら辺はもう正直誰でもいいから短縮起こさないメンバーでいいや。これでいきます。これでいっといて、こいつらが終わるの待ちたい。で、ここで短縮は、ゆずき。で、ゴールデンクロス行っといて、芝刈りも取っといて、ゆずきは別に楽しくない。番屋行く？もうこれだな。はい。まあ、これ行っときます。で、生駒ちゃんを捨てます。はい。で、これテクニック行ってしまいましょう。はい、ゆずき、体力回復。オッケー、体力回復ね。で、ここで、はい、機械が終わっていきます。で、クロスマシンはもらいますね。クロスマシンはいける。まあ、土のうはいけない。土のうは一旦短縮踏まないといけないから怖くていけない。怖くていかない。それならば、この2ついく。で、機械を置いときつつ、いけば、次のターン、こいつらが終わってきて、
回置いときゃいけるから、はい、マジパー、はい、これでいきます。これでいいですね。はい、で終わります。これは最後まで終わります。で、テクニックしかタックが来ねえ。それちょっとまずいぞ。テクニックしかタック来ねえ。で、これは置いといて、テクニックしかタック来ないのはまずい。はい。短縮。あ、来ない。今回は全く短縮進まないね。短縮進まないね。はい、そしてここで、最終のやついきますね。1個スレス。フィジカルモンスターステレス。どっちかといえばエースキラー捨てた方がよかったかもしれないけどね。はい、ここはもうメンタルいっておきます。はい、メンタルいっておきましょう。はい、 OK です。やべえな、ディフェンスが全くハマってくれない。はい、ではサクッとピンちゃん行ってしまいます。行きましょう。ハマってほしいんだけどな、このチェイサーも取らないとまずいんだよな。はい、では行きます。はい、終わりました。さあ残り6ターン。カンスタック全部来てもいいよ。そういうレベルだよ。筋力稼ぎたいよ。認証も稼ぎたいよ。さあ行きましょう。で、ここでディフェンス。いやー、マジか。でも、これ見る限り、カフーのおかげで筋力面積は結構稼げてんだね。ボーナスはしっかりと乗ってる。まあ、筋力のワッペンもついてるけどね。ついてるけど。いやー、タックが来ねえなー。はい、VR 終わっていきます。で、ここで次のターンで終わって、いや、ほんと来ねえな。ほんと来ねえわ。え、どうしたの？どうしたの？マジ大丈夫？タックが来てないよ。全く来とらんよ。で、ここで、体力回復踏むか、ここで短縮はいないから、まあ、別に踏む必要はないか。はい。で、こう、ゆずきは入れときましょう。はい、OK ですね。はい、では、ディフェンスいきまーす。はい。で、終わりです。大成功。この辺も終わりです。プラスマシン。はい、終わりです。大成功。エースキラーで、ワンタック。なんでや、なんでや、なんでや、なんでワンタックしか来ん。そんなに得意練習頻度低いかな。そんな低いことはないんだけどな、今回ね。はい、ではディフェンスいきまーす。はい、で、ディフェンスいきまーす。来ねえ。テクニックいきまーす。はい、サクッとピンちゃんいきます。で、テク振ってこれでいいですね。はい、クロスマシン取ってこの辺取っとこうか。あ、テクそうやったらちょっとやめとこう。そうですね、こんな感じでいってきます。いきましょう。はい、終わりました。試合終了です。ではラストターンいきましょう。さあラストターン、稼がせてくれ。経験点を稼がせてくれ。正直ダブルタック以上来てない。お、マジ？マジか。残念な結果になりました。はい、ではサクッとピンちゃんいきますが、ちょっと能力だけ振らせてください。うん、ディフェンス上げたいところですが、これはもう何を上げりゃいいのかわかんねえや。はい、ではこれでとりあえず行こうかな。まあ、精神も結局使うから、この芝刈りは取るようになるんだろうな。うん、はい、ではこれでいきます。いきましょう。はい、終わりました。無事勝ちましたね。というところで、まあちょっとね、今回、ディフェンスタックがハマってくれませんでした。まあでもタックを見る限り、カフーのおかげで筋力はそこそこ、筋力ミッションを稼げそうでした。あとは精神をまあ多量に稼がないといけない。まあでも精神はね、なんとかなると思うんですよ。タック踏んでいけばなんとかなると思うんで、また挑戦していきたいと思います。もう経験点が笑えるぐらい出てませんね。はい、では振ってまいりまーす。はい、振ってまいりました。うん。ディフェンス105っていうのがもう少なすぎるよね。また次カフー使うときはせめてディフェンスタックにハマってくれ。天才会なのに、ちょっと踏んだり蹴ったりですね。USS1 ということで。まあこれはちょっとカフーの初見会ということで終わらせていただきます。はい、ご視聴ありがとうございました。本日は以上とさせていただきます。こちらの動画が良かったなと思う方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ブタでした。さよなら。